ブレソル攻略ウィキと定期配信の紹介です。ウィキは全キャラのデータベースや星1から4のキャラがどのクエストで手に入るかを網羅しております。新ガチャに関しても適宜更新しているので、ブレソルでわからないことがあればぜひご活用ください。また毎週水曜日23時頃からブレソル1週間のまとめと共闘を YouTube とミラティブで配信中です。ブレソルの1週間の出来事をまとめ、リスナーさんからの質問に答え、レイドなどの共闘を行う放送です。あなたの疑問に即座にお答えできるので、ぜひ放送にお越しください。こんにちは、ドクターネッケツです。本日は転生キャラ紹介行ってみたいと思います。千年決戦編の山地佐々木部キラ残日極意。さあ転生いきましょう。残日極意、みんなレベルまですね。増えることすらできぬ、甘いの。おい、死んじゃう。逃げてもよいぞ。必殺、終わりじゃ。残花の太刀来た、天地怪人。ここまでか。かっこいいわ。ようやく弔うことができる。これはかっこいいね。ボイル。ボイル。これまで。おい、死んじゃう死んじゃう。ロストに。あべべべべべべべ。挽回。高校本領力級。これが務め。行こうか。行こうか。ひどく耳障りだ。どいてくれ。面倒だ。僕なんかが生き残ったところで守りきれるのかどうか。すまない。僕はただの死神だ。さあ強化していきましょう。必要なさい。No, 解放。ボイル。必要な素材。No, 解放。残日極意。ああ、待って待って、ああ、必要な素材。能力解放。はい、こちらは山地今日来クリタイム短縮にやけど全ダメ 20% アップがつきましたと、比較をしていきましょう。技無種族キラー隊長、もともとがこっからパッシブスキルがついたキャラですね。やけどここら辺変わんないのかな。無種族の回復を
20、24、10、12、20、1、2、21。パッシブルスキルは変わらない。20、20、40が、強攻撃 40% 上がって、やけど時全ダメアップが、20% だったのが 20% 増えて、さらに、ソウル特性の 20% が乗って 40%。 敵ガード向こうが前はなかったのか。なるほど、敵ガード向こうもつきましたと。この山地凍るんですよね、残念なことに。すげえメラメラしてるけど凍るっていう残念な特性を持ってます。ただやっぱ必殺技かっこいいね。挽回したわしはその身と刃に太陽をまとっておるものと思え。かっこいい。次、死神キラだっけ。死神キラではない。あー、何キラか覚えてない。何キラーでしょうか。いや、元の20、24、10、12の21号21。パッシブルスキル敵ガード向こうと体力最大時強攻撃ダメージ 30% アップがつきました。強攻撃は 10% 上がって12、ソウル特性が体力最大全ダメ 20% アップ、非常に重要ですね。で、地属性死神の状態上確率アップがついてますね。まあ、リンク要因としてめっちゃ大事ですね、これはね。そしてイズルは何ですか、どこキラーですか。わかりませんよ。青でしたね。先にキラー確認した方がいい。フォローキラー、もともとが30、40、20、知識制度の30、40、20、100の151。パッシブ装備敵ガード向こう通常攻撃範囲アップがついて、通常攻撃ダメージ 16% アップがついたんで、30ってなかった ?30、40、20、100。なので通常攻撃に倍率測ってないですね。ソウル特性が乗って30、40、20、100、瀕死時全ダメ 50% アップがついて、体力半減時火ダメ 30% ダウンがついたってとこですかね。これもリンク要因として重要ですね。通常攻撃ダメージ 16% アップなんで。なので今回の転生は、まあ、山地はあんま使わないかな。あ、てか特別抽選が終わってね、ここは終わってて、ここは上げといた方がいいですね。いずれはもう全部終わってますね。いずれはバトルのリンク要因にめっちゃ重要だなと思って、いいですねこれはね。ここがね、ちょっと気になってたのね。心の3人目になったんですけど、これを冷圧順にすると危ない危ない。冷圧と攻撃、5だけ高い。攻撃が1396。
399、まあ、本当わずかにわずかに高いというところですかね。まあ、じゃあ長寿を使おうかなというところですかね。グループバトルのここに2だけ上がる、攻撃が1だけ上がるって感じですかね。バトルの方は先ほど負けちゃったんですけども、ここにヒズレが入ってるんでこれでちょうどいい感じですね。火ダメ 20% ダウンに通常 16% アップがついてると、すごくいいリンクかなと。まあ、駒村さん持ってる人はね、駒村さんで、僕はちょっと駒村さんのレベルが低いんで山地につけて、まあ、浮竹の20と合わせて、いやこれはいいね。はい、今回のリン、転生もなかなか優秀なんじゃないかなと思います。ぜひ、来月にはキャラパックが来ますんで、それでゲットしてみたらいかがでしょうか。今回はここまでです。以上、ドクターネッケズでした。お疲れ様でした。